皆さんの願いがクリスタルに届いたようです。ほら、耳を澄ませて。それでは出かけましょう。あなたの心の中にあるクリスタルを輝かせる旅へ、クリスタルウィッシュジャーニー。
我々はクリスタルの使者。クリスタルの使者？君たちを新しい旅に誘うためにやってきた。そしてクリスタルはその旅に欠かせないもの。新しい旅にクリスタルは？我らのクリスタルはこの海を旅する人たちの15年間の願いや思いの結晶である。たくさんの人々の願いによってクリスタルは光り輝く。そしてミニー、これは君の持っているクリスタルと同じ色だろう。本当ね、同じ赤い色だろ。クリスタルの色は願いの色。同じ色のクリスタルを持つミニー、君にはある願いが託されている。ある願い？これに触れればそれがわかるだろう。何を感じる？とっても温かい気持ち。これは、そうだわ、愛ね。そう、赤いクリスタルにはたくさんの愛が込められている。ミニー、君の心と一緒だよ。
メ海岸に来たんだね。でも、それと僕たちの旅とどういう関係があるの？ミッキー、君のクリスタルがその答えだ。僕のクリスタルは透明だね。そして今、君の心にある願いは？それは、大好きな仲間たちと楽しい旅を続けたい。ドキドキする冒険や新しい発見をしたり、素敵な思い出をいっぱい作ってみんなを元気にしたい。まあ、たくさんあるのね。みんなのお願いが集まっているみたい。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。そうか、ミニーの愛情、ドナルドの友情、グーフィーの元気、全部が集まっているから僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の満ちる希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まれば、みんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミッキー、君のクリスタルはそのためにある。さあ皆さんの願いを集めよう。たくさんの思いをクリスタルに託して一緒に。さあ願いを込めて、思いを託して。
消えるはず。それはどこ？つまり未来だよ。未来、そうね。心が願うとき、クリスタルは未来に向かって輝くんだね。東京ディズニーシーでウィッシュを輝かせる素敵な旅のひとときをお過ごしください。